ちや。暑かった外の世界は。結婚してちょっと暑いから無理ですね。汗かいてしまったので多分だけど結構無理ですね。暑すぎてるな。こんにちは。てかみんな何してますか。でも今お盆休みじゃないってちょっと思ったりもしたんですけど、お盆休みですか、もしかしてみんな今休日。ということでサラダを食べたいと思います。下にさドレッシング埋もってんのマジやなんやけど、誰考えたの。上でよない。あ、結構近かった。わあ、9連休暇やな。それは9連休は暇ちゃう。さすがにやることなくなってくるで正直。いや、まあ休みがいいか普通に考えてね。こんばんは。素敵だ。いただきます。連休は好きだけど嫌いです。公園、そっか。あれ？お盆ってことは早いとかある？なんか6時半ですか今日も。公園なんかます。うん、うん、評価は今日ボイトレ行ってました。朝からアナ雪見て、全然最後まで見れてないんですけど、メイクしながらアナ雪見て、めっちゃ真ん中ちゃう、これすごない？うん、ボイトレ行って、あ、洗濯2回したで今に至ります。洗濯2回してさ、大量に干してる今。絶対乾いてないだろうな、まだ。ほんまに早く乾いてほしい。うんうん、外に乾かせばよかった。なんかチキって部屋にしちゃいましたね。だって飛んでったら困るもん。横にね、ちょっとね、暑いから無理です。輝いている未来照らす光、夢を叶えて
やばい、ラプンツェルみたい、無理。ラプンツェルみたいな。ラプンツェルみたいな。でも帰りずっとあのディズニーの音楽聴いてた。私はモアナ。ほんまに良すぎる。今日もきょうちゃんのこと考えてた。まだ5時やから、これ以降もきょうちゃんのことだけ考えといてもらえたら助かりますね。カニカマってなんなんやろ。こちらこそありがとう。昨日美女と野獣見たんですけど、まあのなんかみんなが人間に戻る瞬間がめっちゃ感動したし、人間に戻れなくてでもバラも落ちてってみんなの力がなくなる瞬間もめっちゃ悲しくなっちゃって泣きそうになりました。なんかみんなしおれていくんです。はぁ、あの男の子がさ力なくす、チップが力なくす瞬間が一番心にきた。チップってなりましたね。あのお母さんお母さんってなってる時も、あ、じゃあママかママってなってる時もうーってなったし、チップがうーってなった時もうーってなっちゃった。あんだけ悩んでたけど結局実写化の方で見ました。マジで感動した。もうラプンツェルもう一回見た。一番好き。これは夜ご飯じゃないです。知らんけど、だってサラダだけやで。なんか昨日食べようと思って結局食べへんかったやつです。でなんかお腹空いてから食べてみた。ほんまに今 C に行きたすぎてやばい。あ、でも美女と野獣見たからランド行きたい。ちょっと美女と野獣乗ったことないから、だから映画見てから初めて乗るから絶対感動すると思って。てかね、今めっちゃ食べたいものがある。アサイーボウルです。食べたことなくて、でその美味しいかどうか分かんないんですけど、食べてみたい。きょうちゃん黙ってると美人って、きょうかめっちゃ昔からよく言われるねんけど、黙ってって美人なら喋っても美人なんですよ。わかる？だって黙ってて美人なんですよ。喋っても顔変わらんし。ざけんな。ざけんな。あなたはどこなの？うん、言われんでも可愛いの知ってるから。シュッシュ。シュッシュ。友達とかのよく言われてた昔から。ほんまに今日買って。
喋らんかったらいいのに、わらみたいな。ね、喋るからこそ良さが出るんですわってずっと言ってた。変わらないもんなんですね、人の性格って。友達に言われるのとはまた違いますからね。でも今日ね、あんまメイクちゃんとしてないからボイトレだけだったから、あんまり可愛くないですけど、まあ可愛いですね、正直。マイクありがとう。道のため踏み出せ、うんうん、ディズニー行きたい。なんかね、ディズニー映画見てて思ったのが、なんかみんな夢を持ってるみたいな話をしてるのが素敵だなって思いました。まだ2作しか見てないんですけどね。そう、まあ、正直全てが魅力みたいなところはあります。喋って動いてるの見てますます好きになった。おー、嬉しいことだ。浅いブーム消え去ったと思うけど、え、そうなんかな。なんかでも第2次じゃない、浅いブーム。京子が中学生高校生なったばっかぐらいの時も流行ってた気がするんですよね。今日かもハマってスムージー作ってたもん、アサイ。あんまりわからんかったですね、味。でもアサイボールというものを一口も食べたことがないから食べたいなと思って、なんか前ウーバーしようと思ったら断られて悲しかったです。アサイユキさん好きよな、連れてってください。食べたことない。どこが美味しいかもわからんしさ、なんかハズレやったら怖いやん。てか高くない、アサイーボールって普通に高すぎるやろと思って、ちょっと手出せてない自分で。1600とかするくらい。いや実に1600円ってどう思う。じゃあすき家3回ぐらいいけるくない。厳しいな。タピオカも3回いけるし、でもってさ、そんなでかくないやん。高くない。だけどちょっと気になります、アサイーボール。アサイーボール食べてみたいけど、なんかわざわざ食べに行こうぞな。なんか思うに朝ごはんにしたいんよ。だけど前の日に買ってなんか長い時間置いとくの無理な気がする。溶けるくない。なんか要するにスムージー下に引いてるだけじゃないの、分からんけど。だから溶けそう。凍らしとくのもむずい。だから朝ごはんにするのむずくないと思って、朝から買いに行くわけにはいかないし。とか言ってるけど、まあスタバとかタピオカも結構高いんですよね。5、600円毎日払ってる。無味。え、なんかそれもよく聞く。でも食べたい。アサイーボール好きって言いたい。だっておしゃれやん。毎朝アサイーボール食べてます。今日の朝はアサイーボール食べてきました、言いたいけどな。だけどフルーツを置いとくのもちょっとあれやし、朝家買いに行くのも朝からのブレンダーみたいなのでガシャガシャするのもめんどくさいし、向いてないんですよね。でもね、セブンのスムージーが大好きすぎて、あのブルなんかガシャガシャするやつ買ってやろうかなってちょっと思ったけど、まあ朝にそんな時間ないなと思った。なんかほんまに最近どんどん朝ギリギリになってしまって、朝ごはん食べない日がめっちゃ多い。ルッピー綺麗でしょ。
最近前髪切ってないからめっちゃ伸びちゃってめっちゃ邪魔なんですよね。これぐらいある。決して伸ばしてるわけではない。切るのがめんどくさいだけです。だからなんか定期的にこうなると思います。そう、朝ごはんはねきっと食べた方がいいんですけど、なんか時間なくていつも食べれない。だからあのスムージー作れる機会が欲しい。今一番欲しいものはプロジェクターです。またプロジェクター欲しくなっちゃった。ハリーポッター見てるときめっちゃ欲しかったんけど、もう今ディズニー映画にドハマりでプロジェクター欲しくなりました。ねえ、プロジェクターほんまに欲しい。ね、うん、テレビとプロジェクター両方買えばいいんじゃないと思って。なんやろ、その映画見たい時だけプロジェクターで見たらいいんじゃないと思ったけど、テレビにその重なるから邪魔かと思って。でも欲しいんですよね。でもプロジェクター映せる場所あんまなくない？結構場所取られる。え、やっぱテレビの方がいいかな。サブスク見れるやつ買えばいいだけの話か。うん、でかいテレビ買えばいいんじゃん。めっちゃ悩む。でもね、プロジェクターだけあっても正直不便やと思う。テレビ見られへんやん。だってテレビがないと困るときない？たまになんかバラエティちょっとつけときたいなみたいなときとか、ちょっと今ニュース見ときたい気分だ、まあ、ニュース見たいとかつけときたいみたいなときってあるじゃないですか。だからテレビは絶対いるねんな。テレビ早買おう。なんかね、でもプロジェクターで見るのはな結構格が違いそう。だってさ、あの映画館やん、映画館やん、ね、今日か映画館行ってさ2時間もじっとしとくのがめっちゃ嫌いで、あ無理やこれと思って一生映画館行けないのかもと思ってたけど、ラプンツェルがおもろすぎてもう気づいたらずっとこの状態やったから、まあ、めっちゃ面白い映画を見たらいいだけの話でしたね。今見たいのはトイストーリー5。トイストーリーって今やってんのかな。ちょっと長い映画、しかも映画館って身動き取られへんからちょっと厳しい。そう、根っからだって見れるところは結構魅力的やけど、まあ、寝てしまいそうみたいなところはあるし、あれ名古屋ってないやん、あるんかな。道の旅や東京とかにしかなさそう、ああいうの。うん、そう、遮光カーテンがないとなんか見えへんし、なんかご飯とか食べながら映画基本見てるから、ご飯食べたいのにめっちゃ真っ暗なのもちょっと嫌やなって思う。シアタールホームシアターのやつ伝えに行く。ちょっとそれによっては結構心を動かされる可能性あるからな。本気でプロジェクターちょっと買おうとしてる自分がいるから、ちょっとした後押しで買っちゃう可能性あります。あ、でもなんか調べるのめんどくさくて、なんかこっちの方が画質がいいとかこっちの方がいいですみたいなやつを調べるのがめっちゃめんどくさくて、だってさ、なんかこの iPad で見てるのですらなんか明るかったら見えにくいから、昼間昨日とか電気消してたもん。
でも昼間っていう事実は知っておきたいからカーテンは閉めないんですよね。だから多分プロジェクター向いてないだけど、テレビもどうせ見にくいからあんま変わらない。でテレビもさ、あの明るさ調節できるようにしてほしくない？なんか暗闇で見てるときたまにさ、なんかあまりにも眩しすぎるときあるから、こんな目になっちゃうから、テレビ調節できるやつが明るさない？そんなの絶対あった方がいいと思う。テレビない。たまにホテルとかのさテレビ眩しすぎるときない？あとスピーカーがいい、スピーカー付きがいいです。ゴーグルみたいなのして見るやつめんどくさ、無理。いつもに増して可愛い、ほんまに言ってる？優しい。でもなんかこれ以上目悪くなりたくないから、プロジェクターって暗くしないとあかんからさ、まあそれなら明るい部屋で見れる。明るい部屋テレビの方がいいのかな。まあ先テレビ買うはどっちみち、プロジェクター先買うのはミス。仕事終わらんから来た？お疲れ様。今日がテレビ買うかプロジェクター買うかで頭悩ましてます。ハントありがとう。テレビやんな、テレビ買おうってずっと言ってるねんけど、なんかテレビ買うならテレビ台買わないとあかんしみたいな。いや設置すんのめんどくさいし、なんかテレビ売り場めっちゃ嫌いなんやんけ、うるさいし眩しいから。だから一向に買えなくて本気で困ってる。どうしたらいいかな。テレビ売り場苦手なん京香だけじゃないでしょ絶対。確かに。しかもテレビ高くない？結構。私なんかテレビ売り場めっちゃ熱くて、この前セッティングするのめんどくて文句言いそう。確かに絶対言うと思う。めんどくさがり屋さんにはプロジェクターおすすめしません。え、置くだけだと思ってた。違うん。わ、わかった。あのさ角度とかこうやってやらないとあかんでしょ。だからなんか電気になんかつけるタイプとかバリめんどくさそう。
めんどくさいんや、めっちゃ簡単と思ってた。だってセッティングせんでいいやん、テレビみたいに、なんか置くだけみたいなイメージでしたわ。違うんだ。じゃあ森くんです。え、テレビ売り場嫌いなん今日かだけ？音でかいやん、だってもううるさいよってなる。眩しいし。アラジンの照明にプロジェクターついてる。何それ？アラジンの照明にプロジェクター。照明じゃない。どれ？そんなん出てこないよ。ああ！今日がもう完全にディズニーのやからさ。どんな手段でもの方のアラジンと思ってた。普通にアラジンっていうメーカーですか、もしかして。ご機嫌アーバイヨーの方やと思ってたら、あの、それメーカーのことでした。すいません、僕の勘違い。目チカチカするよな、気持ち悪ならん。なんかメーカーか、なんや、アラジンかと思った。なんだ、アラジンの電気なのかと思ったわ。次第に見なくなった。絶対今日からテレビは見えへんけど、あの、いろいろ見れるから、プールとうわ FOD とかも入ってる。ディズニープラスと YouTube が見れたら OK。マジで早くいろいろ解約しないとあかん。マジでやりすぎてる。ご機嫌あばよー、どんな手段でもするりするり抜けて、皆さんまだあの時までご機嫌あばよーだと思ってたんだ。違うんだね。YouTube 画質が違う。良くなる悪くなる。DMM 細かな操作がテレビはしにくいから、それが困れちゃった。 YouTube とかなんかそのタッチパネルじゃないやんか、だからちょっと操作しにくそうっていうのはあります。なんか、なの、ログインとかするときに文字打つのがちょっとやりにくかったり、いろいろあるよな。お腹いっぱいです。じゃあこの辺で終わりたいと思います。何やったんって感じだと思うんですけど、まあちょっとサラダ食べてましたっていう感じにはなりますね。じゃあね、みんな結局早くテレビ買えるようにね頑張りたいと思うんですけど、まあ、テレビも高いから買うのに結構あの勇気が必要だなっていうことです。じゃあ頑張ります。バイバイみんな。またいろいろ送ります。ありがとうございました。マジゲリラ配信毎日。ランキング見ます。13位マミュ、12位サミット、11位ワカ、10位タカシ、9位アンドハロー。8位おむすびサスケ、7位ウジ、6位山ぶどう、5位リニア、4位ヌ、3位マキアート、2位ズッキー、1位吉宗でした。ありがとうございました。
皆さんまた明日、バイバーイ。